さあ、こうした中、金沢市が新年度予算案で力を入れているものがあります。それがスタートアップ企業。新たなビジネスモデルで創業間もない企業のことを指します。国は今後5年間でそのスタートアップ企業を10倍に増やす計画です。金沢市は若者や女性が起業しやすくなる融資制度を予算案に盛り込みました。どんなメリットがあるのでしょうか。今月1日に開会した金沢市議会。村山市長は初めて編成した新年度予算案でこう力を込めました。地域経済の活性化に資するスタートアップ企業への支援のほか、未来に挑戦する若者や女性起業家を重点的に支援していきます。これまでも起業家を支援する融資制度はありましたが、若者や女性に重点を置いたものは初めてです。国の方でもスタートアップをどんどん後押ししていこうという流れになってまして、金沢市の方でも、その流れを組んで対応できればなと。金沢市が支援する対象は市内で起業を予定する人、または起業して1年未満の人です。融資の限度額は2000万円とこれまでと変わりません。しかし金利はこれまでの 1.6% に対し、女性と40歳未満の男性は 1.2% に引き下げられます。また返済期間は6年から10年に延長されました。金沢市の町にある金沢未来の町創造館。これから起業する人が準備をする場所として、オフィスや調理室を低価格で貸し出しています。去年10月から入居している狩本千佳さん。開業に向けて商品開発と試作っていう感じですね。今年6月、米粉を使ったスイーツを扱うカフェをオープンします。普通に小麦粉だったり使うケーキ屋さんで働いてたんですけども、自分が子供を出産して、より体に良いものでケーキを作りたいっていう気持ちで、自分のお店を持つっていうのはもう長年の夢だったので、はい。起業する上で最も苦労したのは、銀行さんは何件も回りました。全然話を聞いてもらえないところもありましたし、大きな企業に勤めてたりとか、長年勤続年数が長い方だったら借りれるかもしれないんですけど、やっぱり個人でっていうとちょっと難しい。特に若者や女性は起業したいと思っても資金集めがうまくいかないそうです。お金が全てじゃないけど、お金がないとやっぱり何もスタートできないなっていうのはすごく実感したので、そういう制度があるっていうので、やっぱり自分の夢を叶えるチャンスにはなるのかなと思います。総務省時代に仙台市でスタートアップ企業を支援する取り組みを行ったことがある村山市長はこう期待を込めました。さまざまな企業がされていくことが町のにぎわいにも、つながっていきますし、就業したいという方々の選択肢も広がっていくというように思っています。新しいビジネスのアイデアはある、意欲もある、でも先立つものがないという人々にとって、今回の融資制度とても大きな力を与えてくれると思います。そして新型コロナで疲弊した地域経済を立て直す上でも、新たなビジネスモデルを生み出すこうしたスタートアップ企業、そしてベンチャー企業の活躍というのは欠かせませんよね。一方で金沢市によりますと、予算案が通ったとしてこの融資制度が使えるのは来年度と再来年度の2年間を予定しています。今回取材した狩本さん、継続的な支援があった方が起業する側としては安心できると話していました。